イカルドドミジョンです。今回はクイーンワカズベース、ザ・プロジェクト Y って書いてありますね。との対戦になります。こちらね、最近やってるね、FCC ではなく、ゾロコカップっていうね、ゾロコっていう海外のね、スペイン系のね、すごい有名な YouTuber がいるんですが、その方が開いてる大会になります。その初戦って形ですね。というわけで早速やっていきましょう。さあ、先行は対戦相手の方からクイヒーラバル。お、楽しくなりそうですね。ロメオさん。おー、バルトロメオ来た。どうだ。最近皆さん、ワールドカップ見てます？めちゃくちゃ熱いですよね。まあ僕がね、今撮影してる段階ではね、日本対ドイツが終わった後なんですけど、2戦目はまだね、始まってないんですけど、結局ね、僕ね、ずっとサッカーやってたんで、サッカー好きなんですけど、最近はね、あんまサッカー見てなかったの、結構見ちゃうんだよね、これがね、やっぱり。見てるとやっぱ、最近ずっと見てなかったのに、やっぱ楽しくてね、面白いですね、サッカー。ワールドカップ面白いんだな、やっぱ。サッカーもそうだけど。さあ、ぜひね。すごい快挙ですよ。日本がドイツを倒したなんて。ぜひ皆さんで応援しましょう。さあ、ウッドランチャー突き抜けていって、これ中心入ってほしいような削りには見えますが、アイゴレの方に引っ張られて内が入られるかな？入ってきましたね。さあ、ロケバルで対空砲を切っていく。ロケバルもアイゴレのせいで止まっていきつつ、ロイヤルチャンピオン追加、キングロイちゃんの方でテスラが当たってますね。キング強い。キング強いよ。クイヒーの方、これ結構、これ強いね。距離的にはかなり短い距離なんですけど、ここにウッドランチャー使ったことでタウンホール、投石機2個、まあモノリスだったりシングル IT だったりオデンゾだったり、超高火力のところもね、突破しつつ、まあ裏からこれ突破。いや、これめちゃくちゃいいですね。削れてる量が、クイヒーでかなり、いいとこ削れつつ、逆サイド、対地が4本なんでね、クロスボウ。これはまあまあ、ラバルからすれば、まあ、最悪無視してもいいレベルなので、レイジをラバルの方に置いていって、まあ、クイヒー延命したところでね、もうこの4本のクロスボウがね、ザザッと入ってしまうので、まあ、ここまで来てくれれば OK みたいな感じかな。ただ、タウンホールの方はね、もうこれ、タウンホールちゃうわ、クイーンの方はね、フェニックスつけることで、まあ、火力も高いですし、ユニコーンつけるよりはってところで、フェニックスこっちに持ってきた形かな。おでんの方にトカゲつけてましたね。レベル1。なんとしてもトカゲを使いたい理由があったんでしょうか。ヒーロー下側固まってるんですけどね。さあ、これで前回、ガーサス。さあ、1本目のアタックだけ見るとね、かなり強そうに見えますね。ヒーローペットとかね、レベル低かったんですけど、よかったですね。さあ、ガック、スーパーボーラー編成。お、トカゲ来た。早い。さあ、そして上側の方はバーバリアンでタゲを取りながらシューターを使っています。さあ、どこまで見る形になるかな。もう迫撃だけ切っていくのか、大砲まで切りに行くのかって感じですが、上側のシューターかなり強いですね、これ。しばらく引っかからなそう、何にも。アーチャーターまで切ってますね。ってなると、もう一個、もう一段綺麗に大砲まで切りに行くのかな。いや、12時側のシューターがマジで強いぞ、これ。さあ、逆サイキング起きて。バルーンでアーチャーターを切って、さらに内側綺麗に誘導するようなバルーン、これはいいよ。サイドカットをバルーンでやっていって、キングネクロ6時側ウォールブレーカーつないでスーパーボーラー合流、ヒーラーも合流してアイスゴーレム追加、もう一体アイゴレを時間差でつけていって、さあジャンプ、さあここで先行していくアイゴレ、素晴らしいですねこの誘導が。さあフリーズ一発目切った後、2体目のアイゴレが中心部入っていって、さあ、ここトームがかかっております。いやー、アイゴレのタイミング一つ見てもね、すごい完璧ですね、これ。さあ、このアイスゴーレムが、ここで弾けるというところ。いや、こういうね、本体とは関係ないサブユニットの扱い方がマジで完璧ですね、今回。こういうところがね、ほんと気にすると差が出るポイントの一つかなと思います。
スーパーボールアパートの方はね、同じように真似ができてるね。このアイゴレのタイミングとかもね、いやー圧倒的すぎる。スーパーボーラーほぼほぼ全部残って、ヒーロー全部残って、もう圧倒的ですね。対戦相手はもう一本クイラバが来ましたね。ロイちゃんの方にフェニックスがついてる。さあこれはシューターがサンジの方から来つつ、クイーンを隣から置いて、太一クラスの竹とかはそっちで拾いつつのタウンクイヒになりそうですね。ただタウンクイヒってなるともうポイズン受けつつ、こいつらがもう厄介すぎませんか。これはルート自体はね、なんかタウンホール14の頃もあったような形。内側の迫撃砲はこれはロケバレでぶっ飛ばすのかな。走り込んでいって奥のリックスケを拾ってくる。優秀。こういうリックスケをね、早めに解除できるのは素晴らしいです。タウンホールの方まで誘導、この辺はね14の頃でもよく見た形かなと思うんですが、逆サイドもスニゴブとかでサイドカット行ってますね。フリーズをここにかけていって、さあ痛いぞ。もう一回これはフリーズかけますが、さすがに火力が高いので黒く打つと、そうなるとシューターがむき出しに。キングロイちゃんの方が振り出されつつ、投石機とかまではねシューターでワンチャン見てたのかなっていうイメージですが、キングの方がすごくいい誘導ができてますね。タンク比乗り越えたので、これはなんとかなってる。さあ上側の方、対空砲に向けて、なるほど、ラバーをかなり遅らせて出していく。ちょっと早いかな、決めちょっと早い気もする。これはもうちょい貯めれた気もするが、ここでトームをかけていく。さあこっちバルーンの方にレイジかけていくんですが、マルチ IT の方っていうか、このレイジに乗ってるバルーンが一体もいない。さあシバレイジみたいな形にはなってしまってますが、フリーズもう一回そっちに打ってきましたね。さあポイズンタワーの方はクイーンの方で拾えつつ、そうなると防衛クイーンの方が、ただここフェニックス状態になったロイヤルチャンピオンが、おお、これフェニックス採用素晴らしいか、かなりクイーンの方を殴ってくれましたね。フェニックス強い。おお、フェニックス強い。距離ができました。こうなると、インビジブルで守っていったのは裏からのバルーン。一撃で死ぬぞ、ただ。これ、クイヒが回ってきての全開になりそうですかね。いやー、すごい。タウンクイヒーでね、裏にモノリスあるとね、もう見た目だけでうわ嫌だなって思っちゃうんですけど、トルネードとかがねあったり厄介なとこだったんですがね、ストライカーが駆け抜けたことによって罠なさそうっていうのがね見えましたしね。左サイドは見えてないけど、さあカズマくん、こちらは前の試合でも一回見せてたんですが、トツビズ型のエレクトロタイタン編成になりますね。タクイヒーからスタートして、まあ、確かにこれは前回攻めたような配置にちょっと似たような形には見えますが、おお、結構似てるけど、まあ同じような形でやってますね。これもてかこれ反転してるだけ、もしかしてなんか微妙になんか違う気がするけど、同じような感じでやってます。これもうー、火力高い。この時もねモノリスと太一クロスを折るようなトツビズ投げてたんですけど、さあこれはスーパーウィザードの方がちょっと援軍に寄っちゃったので、対一クロスが残っちゃってますね今回は。いやこれ反転してるだけな可能性あるな普通に。クイーンの方を今回も、いや同じやな多分これ。前回ねここでねクロークが押せずにクイーンが死んでしまって事故っちゃったんですが、ダイクがかかる、ここまで一緒ですね。さあここはクイーン当たるんですが、しっかりレイジを置いているのを確認しているので、クイヒは落ちることがなくこのまま進んでいきそうです。トツイズパートでね、この対地クロスが折れてればね、クイヒーかなり楽だったんですが、なるほどね。
クイーンだけ真ん中歩かせて外周部をこうやって歩かせたかったのか。クイーン引いてタウン取って、まあスーパーボーラー別動隊みたいな感じでやってるのもありますが、合流しない形ね。なるほどなるほど。さあここはしっかりストライカーとロイヤルチャンピオン両方にもかかるようなタイミングでのトーム。タウンホールの横打ちも一瞬あったんですが、トームかかってることでしっかりと、うわー強い。タイタンのね、範囲オーラダメージによってね、ちょっと外にあるやつとか内側にあるやつもダメージが入ってるのがすごいな。クイヒの方を延命する、インビジブル使いつつ、ここもう一度フリーズ、いいですね。見えてる今日。でここクローク放っていって、タイタンの方もね、これヒーラーとか一切回復系のものは全くついてないんですが、最後まで走り切って歩いてただけか。さあ前回ガーサス、さあライドラッシュですね。今のところお互いに前回と星6スタートなところライドラッシュ来ました。さあバルーンカット入れつつ、キングを3時6時をカットってなると、まあ普通に来ましたね。ライドラスタート1体だけ残していったと見せかけて全部出していく。さあ早めにトーム打っていくんですが、どうでしょうね。ポイズンタワーが真ん中2つ、1つ目のポイズンが本体ライドラかかってノロノロビームを受けている。逆サイド安いパターンホールのところフリーズをかけることでしっかり誘導していきたいんですが、だいぶノロノロしてますね。ノロノロビームが強い。流れた方もアイゴレによってだいぶライドラが仕事しないし、ターンホールがなんか嫌な残り方してますね中心部。さあここでうわー、なんとかターンホールむき出しの形は作れたのでロイヤルチャンピオンを刺すことができてます。いやー危なかったですね今最後のライドラがなければ。おっと、しっかりポイズンがここに残っている。フリーズもかけていってロイヤルチャンピオンでターン確保、大丈夫そうですね。星2の方はなんとかこれで確保ができましたと。とはいえただこれはかなり低めのパーセントでの防衛になりそうですよ。強い。うん、スニゴブがさせるところはないと。74で終わりますね。 74% フィニッシュ。さあクラウス、こちらもクイヒーラバル、ジャンプが入った形、ストライカーが6体とかなり多いですね。12時サイドにヒーローが固まってるんでね、まあ、そっちの方を一気にストライカーでぶっ飛ばしてくる形になると思うんですが、クイヒーは下側ですね。やっぱりストライカーたくさん持ってきてるってことはクイヒーで処理しないってことなので、下側から、まあ、かつ上側ね、シングル IT まであるってことでね、かなり過剰なまでの反対火力。そっちの方をバルーンのところとトームで一気に突破してあげようって形になりそうですかね。第一クロス、これはクローク出るぞー。ちょっと遅かったですね。キングはこのまま流れていって、ジャンプはこのダミー壁にかけてくる形になりそうですかね。誘導的にはなんか大砲とかも切ってたんで、どうなんでしょう。さあ左に膨らみそうな感じには残ってますが、さあロイヤルチャンピオンを追加で出して外周部カット、さあジャンプと、まあ、どっちに流れてもいいから流れた方にこういう形で切って誘導するイメージだったのかな。まあ右切ってるから、まあ左に戻ってこれがイメージ通りなのかな。いやー強い。ナイス。こうなるとかなり安定して援軍処理ができそうですが、 50% を超えているのでタウンホールがもうすでに起動していますね。ただまあこれは処理が簡単そう。
ただレイジを使うまでもなく、火力もね、大して高いわけでもないので、一旦フリーズをかけていきつつ、回収のガーゴイルがね、もうこの辺刺さっていくので、この隙にかけていくと。中心部入ってからレイジかけていきたいので、ここがレイジかけますが、アイゴリの処理がだいぶ時間かかってますね。さあ、ラバースタート。一気にラバーを破裂させていきまして、ボマーもセットしてるんですけど、後から裏で出すような使い方になりそうかな。さあ、ストライカー一気に大量展開。6体のストライカーが一気に飛ぶと、一緒に走り出して、これクイーンの方まで、さあ走っていって処理ができましたね。やはり裏からボマーがやってきました。クイーンの方はもう落ちてしまってるんですが、このボマーが、最後、突発予想。さあ投石の方をフリーズかけていきつつ、裏から対空砲の方、ガーゴイルだったりバルーンで集めていって、うわぁ、トルネ赤爆はヒットするんですが、ボマーから出てきた部隊がね、やっぱルート的に避けていたので、大丈夫そう。さあ生き残ったバルーンがここで盾になってくるの、いいっすね。さあこのまま、倒しきっての全開ガーサス。さあ、トッツウィズラバルかな、これは。トッツウィズになりそう。どこから投げるのか。ちょいコアなルートですが、まあまあまあ、この辺まで消えてる、見えてるから大丈夫か。さあ、まあ一応ね、フォーミング2個はヒット、やはり対策はされてたんですけど、この巨爆スペースが何もないので、まあなんとかタウンホールの方まで。ちょいコアな、やっぱ、ルートでしたね、これは。対策がされてた場合は、届かない。失敗する突筆なルートな気がしますが、まあしっかり、ちゃんとがっつり対策されてなければ、基本は取りそうって形かな。これはヒーローパートかなりいい誘導になってますね。援軍の方もね、アイゴレなんですけど、外で処理ができつつ、ロイちゃんも早くも追加してますね。さあポイズンタワーの方はここフリーズかけていって、キングが走り出していくんですが、ポイズンダイブ、オールブレッカー投げてったけど、まあそれは中心狙ってたのかな。なんか真ん中ついたら嬉しいなみたいな感じには見えますが、さすがにそっちに飛ぶことはなく、ラバーハウンドの方でね、モノリスのターゲットを拾いつつ、ここマルチの方をフリーズ。さクイーンの方はね、この後壁殴って、真ん中壁殴りで IT を見てくれる形になりそうかな。さフリーズでこっち延命してきましたね。変なとこ殴っちゃった、リクスケのせいで。トームかけていきつつ、これはクイーン処理までしっかり大丈夫。対地区、投石機の方にも、バルーンが潜り込んでいったんですけど、裏からテスラ。さ結局シングル IT の方は残ったままですね。クイーンの方はそのまま外周回ってしまいました。さテスラに、だいぶね、ユニット引っ張られてしまったので、トーム中のバルーンもね、完全外周行ってしまったんですが、ここ一旦フリーズで対空砲とウィズトを固めたことによって、バルーンは、ただ、タイチクロスの方に向かってしまいました。タイチクロスがクイーンを殴りかけたんですが、HP ギリギリ、リクスケギリギリなところ。どうだ？さ、トルネードが、ここは解除ができたぞ。クイーンはここクロークを吐かせていきますが、数は結構いるので、最後シングル IT のところ。数で押していくような展開になりそうかな。さ、数、ただ、ウィズ島の方が、その数をまずは減らしていきます。トルネードがね、先に見えてしまってるので、防衛側からすると、ちょっと苦しいか。さあ、ホーミングとか、罠は結構出てきそうなんですが、ここはトルネがもうないと。待ったところでかな。際どいところではありましたが、さあ。さあ、お互いに3000回ずつ、対戦相手が1ミスというところ。さあ、LP、61点差多いですね。スニゴブ22体。なるほど。ヒーラー6体と22体のスニゴブ。そしてホグライダーが11体。天才クイヒーね、強いね。天才クイヒーと見せかけてオデヒーからスタートしてるわ。
まあ、スニゴブはタウンホールの方でしょうね。スニゴブパートも削りを入れつつ、ヒーラー6なんでね、これもしかしたらどうだろう、分割してくるかも。まず2体だけつけていきましたね。スニゴムもドサクサに紛れてね、カット入れてることでオデヒーの方もかなり綺麗に誘導して、クロスだけ折ったら逃げそうですが、レイジ。結局ヒーラーは5体つけてますね。投石の方、まあ、ついでにこれレイジ乗せてるんで、まあ、クイーンの方もこれ当たりそうだしね。うん。このレイジは結局、強いぞ、そのレイジ。あ、おでん強。レイジ乗るとそんな簡単にクイーン処理できるんだ。あ、めっちゃ長いこと見てるな。放置してる。この隙に、ウォールブレーカーつけて、クイーン出しますが、おでんが。あー、ようやく帰ってくる。ただ、綺麗な合流ができてないぞ。さあ、ようやくリックスケを引き連れて合流ができたので、ヒーラーの方もここでスライドしていきますかね。うん。さあ、タウンホールの方届いてったんですけど、リックスケの方が来たので、バルキリーをリックスケに合わせていくイメージ。さあ、これはしっかり、リックスケもう一回出てきたが、ここバルキリー偉いぞ。クイーンとおでんがすごいぐるぐるしてる。さあ、12時側の方は、キングが、うわー、いいレイジギリギリですが。ギリギリのところをマジでギリギリでやってますね。さあ、タウンホールの方はインビジブル。ここでトーム使って、うん。できればね、ストライカーとか混ぜたかったっすかね、このトームに。さあ、ホグライダーとロイヤルチャンピオンで中心部突破していくイメージ。タウンホールの裏のところに関しては6、1天才をぶち込んでいって、まあ、かなりね、複雑なプランが多いんですが、複雑ですね、今回も。細かくね、区画攻めプラスみたいな感じではあるんですが、クイーンの方はここも、ロイヤルチャンピオンの方にね、向かってしまったストライカーがね、間に合わないと見て、早めのブロック判断。最終的にウォールブレーカーつけていって、うまい、合流もできそう。最終区画の方への追加ができました。さあ、裏からホグも追加していって、最終区画の方へ、ロイヤルチャンピオンクイーンを集めていくイメージ。ただこれは時間が圧倒的に足りないですね。時間の方が足りず、これは 94%。 となるとこれで星数で同点のラストアタックって形になりますね。さあ、クイヒーラバル、クイラバも多いですね、対戦相手。さあ、シューターセット、クイーンにフェニックスをつけている形。さあ、ホグを走らせつつのシュータードン。おお、テスラもしっかり見えてってるので、このシューターはかなり仕事をしそうですね。でもただもうちょいテスラありそうな雰囲気はなくはないが。さあ、ウォールブレーカーつけていきつつ、対空砲を折れたらヒーラースタート。うん、テスラありそうかなと思ってバルーンもう一回追加で、ああ、ありますね、やっぱり。ちょっとこの間も見てほしかったところであるが。さあ、援軍もかなりシングル IT のね、かからないいい位置で当たりつつ、さあ、アーチャーターの方を切ることで内側からの誘導を見てますね、これは。投石の方にしっかり届いたフレームシューター、迫撃砲のターゲットも上で取れてるので、まあ、この後も、おお、早めに起きましたね、リクスケ。まあ、キングのターゲットをキングじゃなくてスケルトの方で吸いたいっていう意味合いもあったのかなと思うんですが、ドサクサに紛れてこれシングライティがこっちを殴りつつ、モノリスの方もえぐいな、これは。インビジブルギリギリですが間に合っていく。追いだきレイチ、すべてのものにターゲットされてるので、これはクロック打たざるを得ないかな、これ。そうだね、打つしかないようなクロック。インビジブルもね、すでに使っちゃってるんでね、これマルチ IT からのヒーラー横打ちをかわす術がない。ただレイジ浮いて、まあフェニックスいるので復活するんですけど、ターゲットがタウンホールじゃないな、ターゲット変わっている。
さあレイジに乗ってったんですが、降り切ることができず、しかもフリーズが被っちゃったんでね。さあタウンホールが孤立して残っていく。これはどうする。固まってますね。まあこのマルチヒーラー横打ちのケアっていうところがちょっとできてなかったところがあったかな。さあ中心ラバルを通していくような、あおでんはさすがにつける。リカバリーで見ていくようにし、あロイちゃんまで付け足しましたね。ちょっとやばいわこれってことで、さあ結局ポイズンタワーがここで復活してしまいました。レイジトームまで打たないとこのバルーン全滅しちゃうのって、そうですね、やるしかない。レイジトームなんとかタウンホールの方はギリギリですが突破することができまして、かなり苦しい形にはなりました。さあクイラバクイヒーの方でタウンホールまで取れないと、14の頃からね、夜から時よりも圧倒的に苦しい展開になってしまいますね。これはさあ 68% かなり美味しい防衛です。さあクイーンオカズというか対戦ラストアタックとして見ていきましょう。ホッサンこれはクローン入ってるのでスパーチャですかね。エイストも2発、フリーズも2発というところ、まあそんなに呪文に全ぶっぱしてない形での突撃感になりそうですが、ラバからの突撃感、逆サイドからタウンまでは見てないのかな。これはこれはあそこでいいんだ、なるほど。あったらやばそうと思ったところですが、そこに落としていくならば大丈夫と。スーパーチャーですね。かなり角度ずらしてクローンかけていきました。ただこっち内側の方がね死んでしまいましたね。タイタンのライフオーラも、あーオーラダメージも入った形なのかなこれは。それを警戒してちょっとずらしてクローも打ってったんですが、おお第一クロスに銀座市のバルーン、ああ折れました。プラン的にはマルチ IT だったりクロスボウだったり、この辺をね中心すっからかんにしてヒーローで削っていきたい形だったんですが、いや第一が残ってんのはこいつがだるいっすね。一旦上膨らみますね。ギリギリかからないところ。タイタン出していきますが、これもね、戻るよね。さあ、これは、どうするんだ。すでにもうかなり苦しい形になってますが、クイーンはこれは戻っていってこの辺ね、スパチャで削れてれば誘導がねかなり綺麗にできるところなんですけど、フリーズターゲットの方が全部クイーンに来ているので、2枚目のフリーズはどうしますかね。ここは使わずにブロックを使っていってラバルを9時からスタートさせていきます。いやこれどうだ。さあクイーンの方はここで落ちてってワンチャン星1もあるような形ですが、ターンホールの方ポイズンタワー打たれてしまった。さあ追いラバを真ん中通しつつロイヤルチャンピオンここで落ちましたね。さあヘイストトーム、これ呪文タワーからタウンホール来てくれるかな。いいとも来てくれました。さあ赤枠ヒットしますがトーム中なのでしっかりタウンホール、いい大丈夫。いやマルチ残りの形になりそうですね。これはここさえ取れてればってとこなんですが、普通に時間切れと 82%。さあ終了しまして 13-13% の方での勝利になります。結構ねクイヒーラバルも多い対戦相手でしたね。
まあ、成功するときはね、綺麗に成功しつつ、こうなると失敗するよっていうところもね、見えた対戦だったかなと思います。結構ね、低パーセントのアタックも、ここずっとね、クイーンウォーカーズの対戦見てると、相手側の方もね、多かったりするので、パーセントもやっぱり、ね、パーフェクト対決っていうことは、まあ、ほぼないので、同じ星活だった時のパーセント勝負っていうのが、めっちゃ大事になってくるので、まあ、その辺のね、コントロールっていうのも、大事な要素になってきそうですね。というわけでね、今回こんな感じで終わると思います。チャンネル登録よろしくお願いします。